多分そのうち映りますマーフィーマーフィーマーフィーいますよちゃんとなんか画面の中身外れますはいはいそんなわけでドドバタしてますけれども、はい、も始まりましたレッツエンジョイインターネット放送局シーウェブからお送りしておりますというわけで今日は6月じゃなくて5月か気が早いですもう10になっちゃう1ヶ月の10ですいやいやいろいろねほらシーウェブも6月はね盛り上がる月ですからそうそうそういろいろありますからね、はい、ちょっと6月気分でしたけど今日はまた5月でございます5月の20日金曜日ですねそうですねはい、どうですか5月ゴールデンウィークゴールデンウィークはあごめんねごめんね喋ろうとしてるところにかぶせていくっていうせっかく喋ろうとしてやる気が出てたけど、ね、僕も最近森殺しって言われてるあの、ね、どうでしたゴールデンウィークはなんやねん止まるんかいそこで止まるんかい何話そうとしたか忘れちゃった マフィアゴールデンウィークどうでしたゴールデンウィーク結構忙しかったですねいろいろと仕事ですか仕事もそうですしなんかあの、うん、ちょっとイベント出たりとかしていろいろとやってましたねそっかそっか、はいはいね、マフィア最近忙しそうですからねあはい、うん、日本一忙しい馬って言われてるんだそうなんですかあの今僕ボケたつもりだったんですけど全然拾ってくれなかったらダメですねあんま聞こえないんですごめんなさいごめんなさい失礼しましたそんなわけで爽やかな、はいはい、爽やかな季節でございます、はいはい、ね風が心地いい、はい、今日はちょっと涼しいですけれどもですね、うん、もう思いっきり一人だけ半袖なんですけどね大丈夫僕もねちょっと汗かいてきたから見に来てくださってる方もね半袖よかった半袖が気持ちいい季節になってきましたそうですね、はい、そんなわけでじゃあ番組紹介をはい、この番組は北千住のボーカルボイストレーニングギター楽曲制作アニソンボカロレッスンのジョイミュージックスクールの生徒さんやミュージシャン、うん生徒さん声優さんなどをゲストとしてお招きして紹介しつつ同時にここ北千住を盛り上げていこうという番組ですさまざまなゲストを迎えして毎月第3金曜日22時からお送りしておりますいいじゃないですかなんかちょっとアクションがついてきたそうですねでもね残念ながらこのパソコンの手元あの元でやってもね見えないからねあでも映ってないからなんか若干上から映してくれてもうちょっとそうもうちょっとね見えてますよ本当あ見えてるカメラアングルちょっとあれやめてますこの画面で確認するのやめよう、はい、はいはいはいで今日ははい今日はなんと、あ、今日はなんとなんとですね、ゲストに、はい、ゲストに、わびさびの皆さんをお迎えいたします。はい、お、はい、今日はもうわびさびの皆さんに、はいはい、番組をもうね、はい、がっつりジャックですか？ジャックしていただこうかな、作っていただこうかなと、たまにはね、そうですね。別に僕らが楽したいわけではなく、おーなんか言うとなんか言うと言い訳がましいですか？そんなことはないですよ。そうですよ。そんなことないです。もうがっつりど頭から汗かいてますから、もう本気モードですよ。はい。はい、そんなわけでメッセージもお待ちしております、はい、今日の、テーマなんですけれども、はいはい、ちょっと早いんですが梅雨を楽しむ方法、はいはい、教えてくださいと、はい、梅雨教えてくださいということで、はいはいはい、ぜひぜひ、ね、もうすぐもうすぐまだもうちょっと1ヶ月ぐらいかな6月8日くらい、うん、そうですねなんでそんなピンポイント8日って今どこから出てきたんそれ予報みたいな予報なんかそんな感じだったような気がしてもしかしたらねいろんな能力をお持ちかもしれないまあなんか感じるものがあるのかもしれないですねそうですねそうそうも森のあれですからね森ですからねですですです、まあ、6月の半ばぐらいかなはいですけれどもちょっと先取りして、ね皆さんのねこう梅雨といえばこんな過ごし方をしてますよみたいなのをね、うん、メールをいただければ嬉しいなとはいはい、はい、ぜひお待ちしておりますリクエストなやいやいやいやリクエストとかご相談もあればはい、はいはい、あとはゲストさんへのメッセージもお待ちしております、はいはい宛先はこちらですかね、はい、こちらです、はい、senju 千住アットマーク cwave.jp 千住アットマーク cweb.jp まで、はいはいはいタイトルに懸命にレッツ千住係と明記の上お送りくださいお願いします。そして動画をご覧の方はですね、ご覧いただきながらリアルタイムにコメントもいただくことができます。こちらの方ですかね。はいはい、もうだいぶ先かな。マウピーのちょうど頭の上ぐらいですかね。そうですね。左上ぐらいですかね。ちょっとでも変わったのかなこれ仕様がね。変わりましたねちょっとね。なんか変わりましたね。変わりましたね。ああでもここにコメントってあるから。はいはい。そう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 。ぜひ、はい、お待ちしております。お待ちします。ぜひお待ちしております。そんなわけで、はい、暑いちょっと汗だくで熱気が来るんですよねなんかどうしたんでしょう今日は涼しいはずだったんですけど本当ですよ、ねまあ、5月ですから、はいはい、5月といえばねやっぱもう暑い日もありますよですねありますよ、はい、確かにそんなわけでちょっとジョイミュージックスクールからのお知らせで、はい、ございますが、ちょうど来週ですね5月の28日に、発表会ライブが
あります。全校対象の全校ですね。もうその日は休校で、はい、上野豊子町さんというライブハウスで、あります、はいはい、朝11時オープン、11時半スタート、うん、なるほど、はい、総勢58組そんな出るんですね。出演でございます、はい、なるほど、今回、はいはい、今あのチケットもね絶賛発売中ですので、うん、ぜひぜひ皆さん、はい、出演される出演されない方もですね、はいはい、見に来ていただけると面白いんじゃないかなと思いますので。そうですね、はい、いろいろありますもんね。歌だけじゃないですもんね。そうなんですよ、歌だけじゃなくて、ね、朗読があったりとか、あとなんだアフレコがあったりとか、はい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 、あと作曲した方、オリジナルとか、そうですね、オリジナル曲を歌う方もいれば、はいはいはい、弾き語りをする方もいれば、なるほど、バンドで歌う方もいれば、お、もう今回は結構バリエーションがありまして、はい、なるほどね、うん、面白いんじゃないかなと。結構長丁場なんですけどですね、うん、はいはい、その後打ち上げもありますんで。お、それは目的じゃないですよね。僕は若干、あ、ええ、そんなことないですそんなことないですよ。違います、ね、本音ホロみたいな感じですよね。そんなことないです、そんなことないですよ。今回はね、打ち上げもね、打ち上げもライブハウスでやるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。そのままね、フロアを使わせていただけるってことで。お、そう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 。またそれもちょっと今までと違って面白いんじゃないかなと思います。そうでしたっけ。今までは違いますよ。はい、今までは違いますよ。はい、場所変えてましたけどね。そう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 。なのでぜひぜひ、お時間ある方見に来ていただければ嬉しいなと思います。はい。はい。そして、来月6月の25日ですね、はい、ここにも出てるかな、出てます ね、 ここにも出てますけれども、一応チラシもそこ、ね、あ、チラシもね、ここにあります。こちら、はいはい、アップにできますでしょうか。シベブの生誕祭というイベントが行われます。はいはい、レッツエンジョイもね、まあ、ジョイミュージックスクールの枠ですけれども、はいはいはい、ショーを担当することになりまして、そうですね、そうですね、うん、一部かな、はい、一部のこのCM グランプリの方ですか。あ、違う、それ？それの中のちょっと、それの中のステージ。はい、そうですね。あ、なるほどなるほど。そう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 、これに出ます。はい、出ます。ます。これ内容言っちゃっていいのかな？内容は各所でいいかな？秘密。秘密で。秘密で。秘密で行きましょう。はい。秘密で行きましょう。どんなことをやるのかはこの日の楽しみということで。はい、楽しみです。チケットもね、販売がもうスタートしておりますね。そうですね、はい、5月1日からスタートしております。はい、はい、はい、シアター千住でしたっけ。そうですね、はい、あの丸井のね、丸の北千住の丸井の10階にあるのかな、うん、7階8階、どっちだったっけ。7階ですね。7階ですか、はい、確か7階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 です7階ですあ、いやいや、10階って書いてます。10階ですね。10階あれ10階11階、10階11階、7階が、うん、ブースですね。なんかね、7階がブース、はい、10階11階が、劇場になっております。はい、そうですね、ちょっとやるのは10階11階です。ごめんなさい、10階11階です。段取りが段取りがあれであれで、ごめんなさい、10階11階でやりますので、はい、ホームページもあるので、そうですね、そちらを生誕祭って調べてもらうと出てくると思います。なるほど、この声が誕生する祭りということで、そうですね、はい、調べていただければ、はいはい、そちらのホームページに詳細等載っておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。はいはい、そんなところでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ梅雨を楽しむ方法、はい、方法どうですか皆さん。うーん、私はもう梅雨ってどうですか。出ません。出ません。家から出ません。なるべく。なるほど、まあ、それは楽しむ方法の一つです。なんか見てるのは好きなんですよ。窓辺、はいはい、雨が降るの、うん、降るのを、うん、なるほど、音はいいよね。なんかね、音はいいですよ ね、うん、そうそうそう、あんま音はね、うん、いいんですけどね。そうなんですよね。外に一歩出ちゃうとどうなんでしょう ね、 ね、梅雨の時期ってなんかゲームばっかやってる、なんか家の中でゲームやってたような思い出しかないです。 ね、 なんかね、なるほど、はいはい、ありますね。僕ね、あんまり梅雨ってなんか雨のイメージがなくて、多分ね、僕晴れ男なんですよ。自分で言うのもなんですけど、僕結構梅雨の時期も何かと晴れてる印象しかなくて、はいはい、多分それはなんかある時に必ず晴れてるからなんですけど、そう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 。ね、森さん森さんがちょっとうなだれてるんですけど森と林のライブがですね、はいはい、今3月ぐらいから、はいはい、十何本やってるんですけど、はいはい、ほぼ雨なんですよ。あらほぼ雨で、多分森さんのせいじゃないかっていう。ということはってことで、ということは僕晴れ男だったんで、でも私そんな雨の
いや分かんない、梅雨の時期は晴れるかもよ。あのマイナスかけるマイナスでプラスになるみたいな感じで。そうですね、いずれは雨女かける梅雨で晴れるかもしれない。そうですか、そうだといいですけど、みんなのこれテーマに沿ってないよ。本当ですよ、楽しんでないです。楽しむ方法ですね。全然関係ないけど、なんだろうな、楽しむ方法。そうですね、楽しむ、なんか最近じゃないんですけど、うん、なんかその、まあ長靴っていうのがあんま好きじゃないんですよ。昔は、はいはいはい、なんかちょっとダサいじゃないですか。わかります。でなんか最近かっこいい長靴があるんですよね、うんうん、レザーブーツってやつで。なんかそう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 、あれ履くとやっぱりいいですよ。なんか確かに、はい、なんかね、無駄に水たまりになんか入りたくなるんですよ。なるほどね。なんかわかります。ピチャ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 したいなみたいな、うん、それが一番俺の楽しむ方法かなっていう。なるほどなるほど、はい。あと傘もね、はい、いろいろね今出てますからね。そうですね、おしゃれなやつとかデザインのなんか、うん、なんか去年ぐらいにそうなんかテレビで見たんだけど、いろいろなんかすごい今機能性が高い傘とかあったりして、なんかそういうのね、こう 雨だからこそのアイテムにちょっとこだわってみると、そうですね、なんかね、いいんじゃないかなって思いますね。で僕なんか、うん、あとチャリンコとか好きなんですよ。はいはいはい、はい、だから雨の日でもチャリが快適に乗れる、なんかそういうなんかね、レイングッズがあれば、確かにもっと楽しめると思うんですよね。確かに確かに、屋根がついてるとかなんかさ、なんかこういうあの、そう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 、あのピザ屋のバイクみたいな、あんなのついてたら多分もうずっとチャリンコ乗ってる。確かに、ね、風に弱そうですけどね、風に。そうですね、はい、風吹いたら、風に吹いたらもう横から全部来ますけどね。危なそうですけど、結局レインコートになりそうな気がしますけどね、はいはい、うん。あとね、僕あのギターやってるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱね、楽器気を持つ人はね、その雨ってやっぱね天敵なんですよ。ああ、その湿気もそうだし、はいはいはい、あの持ち運び、雨の日の持ち運びも、うん、そうだからね、なんかうまいことね、そうなんかないかなって思うんですけど。なんかあればいいんですけどね。そうですね。そうそうそう。そんなわけで、そんなわけで、そんなわけで結局なんだ。結局まあ雨の日のグッズにこだわってみるといいんじゃないかなという、ね、僕らの。うん、はい、見解ですけれども、はいはい、皆さんのなんか楽しむ方法があればぜひ送っていただければ思います。お願いします。はい、ではでは、はいはい、お待たせいたしました、はい、早速今日はもう今日がっつりねライブをしていただけるということなの で、 で、ね、はい、では準備の方よろしいでしょうか。呼んじゃいましょう、はい、わびさびの皆さんです。どうぞどうぞ。セッティングしましょうかね。そうですね。そうですね。じゃあこれですかね。それを持っていって、森さん持っていっていただいて。はい、あ、じゃあこれ。これもじゃあ持っていっていただいて。はい。はい、これとこれ。じゃあ僕はこちらで。はい。こちらを、ね、はい。はい。まあちょっと詳しいねお話はまた、そうですね、後ほど聞かせていただくとして。はいはい。まあ、実は森と林の、はい、僕らの結成当初からですね、ちょっといろいろとわびさびの皆さんにはお世話になってました。あ、そうなんですね。そのつながりで今日は、はい、来ていただきました。はいはいはい、まあ、そのあたりのちょっと詳しいお話はね、まずはライブを聞いてから、そうですね、という感じで、まだ聞いたことないので。そうですよね、初めての自分は、うん、そうですよね、ちょっと楽しみですね。普段は割とバンドスタイルでドラムが入ってやってるんですけど、要はアコースティックバージョンというか、そんな感じでね、なるほど、はい、やっていただけるということで、はいはい、いいですね、ベースいいですね、ベース、ドラ、そしてカホンと、そうですね、あとキーボード、今日は豪華ですね、今日はね、今日は豪華ですよ、どうしようかな、どうしようか、いかがでしょう、ちょっとお待ちください、ね、はい、もう少し準備の時間、マイクスタンドがお辞儀しちゃって、ああ、なんとかします、気合いです。今日はあれですか、やってきたんですか、路上で。そうなんですよ、実はこの来る前に、はいはい、ちょっと合同で路上をやってきたんですけど。なるほどね、はい、でもなんかリハーサルバッチリって感じ。リハーサルバッチリですリハーサルバッチリで、はいはいはい、よし、大丈夫かな、はい、はい、大丈夫でしょ、そうでしょうか、はい、ここで噛むかっていうで噛みましたけどはい、それでは、はいはい、わびさびの皆さんにマイクをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、はじめまして、我々わびさびと申します。本日これから、我々の生演奏、数曲ですがお届けしようと思います。ではまずはですね、ドアという曲をお届けしようと思います。では聴いてください。ドア。
語が連続する取捨選択にしびれたてて、oh, あなたの永遠に手をかける、oh, yeah. Go through the door. Hey, hey, yeah, 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 yeah.ありがとうございます。さあどうしましょうか、うん、行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。はい、あのね、無駄に喋るとさっさと歌えとメッセージが来るかもしれないのでどんどん行ってみようと思います。そう、メッセージが送れるようになってるんですよね。はい、はい、あの温かいメッセージ、もっとやれ、ちゃんとやれとかね、うん、厳しいものでも全然構いませんので何でもいいから送ってくださいね。皆様からこうアクションがあると我々もね、あ、聞いてもらえてるんだなってこうテンション上がっていきますね。よろしくお願いしますよ。ニョキって出てます ね我々カメラに向かって喋ってるんで、ね、そう、このね、熱いテンションをね頑張って絞り出しているところでございます。どうぞ皆様反応をお待ちいたしております。よろしくお願いします。お願いします。ではもう一曲いってみようと思います。実は、我々はただいま新作のレコーディング中、制作中なんですけれども、せっかく今日このようにね呼んでいただいたので、次の CD に収録予定の曲を特別にお送りしようと思います。あまりライブでも、頻度は高くやっていない曲もございますのでね、これを見てくれたあなたはラッキーすいません、やりたかっただけです。さあそれでは行ってみようと思います。次はですね、あ、先ほどの曲はドアという曲だったんですけれども、次は、スウィーテスト、めっちゃ甘いということですね。はい、きっと笑ってくれてるんでしょう。さあ、そんな曲をねお届けしようと思います。Baby, close your eyes.
は当然偶然なわけでも自然に必然に思えるよ Nowadays 互いにフィットしても窮屈じゃない距離は Feels good お互いすれ違い合いになってもっとそば向いて泣いて抱いてやっと End それも大切な Process of love This night 今夜はもっと強くつながれるはずさその瞬間が君と僕の Brand New Slow Jam のスタート時の中で溶けるように重なり合って奏でてきたのは True Rhythm True Melodies Oh Miracle、yeah、この瞬間確かにここにある今を抱きしめたら Sweetest という曲をお届けしました、我々制作中のアルバム、ソウルンポップボリューム2というタイトルになることが決定しております。こちらがですね、だいたい9月から10月にかけてリリースの、進行で動いております。ぜひお楽しみにしていただけたらなと思います。ホームページやね、それから SNS でも各種、お知らせをね随時更新しております。ぜひね、フォローして、チェックしてみてください。よろしくお願いします。頑張ります。頑張ってさあ、それではせっかくね、そうですよ、素晴らしいスインガーが、スインガー、お二人ねいらっしゃるので、そう、我々だけで演奏するのはもったいないということでね、がなってきますね。もうもったいないですよ。もったいない、どういうことだっていうことなんで、ここはね、一つね、素晴らしいシンガーお二人と一緒にね、演奏できたらなと思うんですけれども、よろしいですかね。いいんじゃないですか。はい、じゃあ呼んでみましょう。森と林のお二人でございます。僕が MC みたいになっちゃった、すいませんすいません。まずは、はい、僕だけ、お、はい、林さんだけでもよろしいでしょうか。もちろん、よろしくお願いしま す。あの、別に森さんもかぶせてもいいで、よろしくお願いします。よろしく。うわぁ、あ、いいよ、後ろでね。来ていいんで、全然。全然来ていいよ。あ、すいません。ジョイナス。かなりジョイナス。譜面内を振り出しましょうか。はい、いいですね。このドタバタ君。はい。このドタバタ君が生細っぽい。うん。ビニアさんも大絶賛でしたね。そう、素晴らしい音が鳴るという、ね、
いただきたいものです。お待ちしておりますよ。贈り物ね、ギターの贈り物。ギターの贈り物、はい、本物のギター。ギター、次はですね、これまた次の作品に収録予定でございます。ライブでは、時々演奏してて、皆さんにもね好評をいただいている曲を、最後にね我々の曲としてお届けしようと思います。タイトルは Breeze。 このせ、季節にきっとねぴったりで、爽やかなね気分をお届けできるんじゃないかなと思います。楽しんでもらえたらなと思います。望まないゴールや
時代はエコでございます。マイクもね、立てりゃいいってもんじゃないってことでね、そういうことでございます。皆さん、エコしていきましょう。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はいはい、改めまして、では MC 席に来ていただきましょう。わびさびの皆さんでございます。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ちょっと狭くなっておりますけれども、いやいやいや、今日はあの3人でマイク1本というね、シママイクみたいになってます。いい声をしていらっしゃる、カホンなのにいい声をしていらっしゃるということで、わびさびの皆さんに来ていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではちょっとまず僕の方からプロフィールをご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、わびさびの皆さん、結成当初より自分たちの力だけで見知らぬ人が自分たちが愛する音楽でファンになってくれる、時代に左右されない本物のアーティストかどうかを試す、ゼロからファンになってくれた人に将来恩返しをするということを自らに課し、事務所に属さない完全なインディペンデント運営を始めるとともに、ライブハウスでのライブを封印。とはいえ、ストリート演奏を軸にするのではなく、あくまで出演者が資格審査されるインストアライブをメインに全国で活動。はい、わびさびが唱えるソウルンポップとは、ジャンルさえも超えたソウルを感じる音楽を世代を問わない音楽好きがビビビと来てしまう、いわばポップな内容で提供することを目標としていることを一言でまとめた造語。年代ジャンルを超えた幅広い層から着実に支持を受けているということで、大した問題これは。森さんが入りました。スイッチ、笑いのスイッチが入ってしまいました。大丈夫ですか？大丈夫です。いや、というわけで、ライブハウスを一切封印されて活動しているということで、これはなんかどういう流れでそうなったんですかね。最初にこの2人でやったんですけど、はいはいはい、そのあんまり友達がいるタイプじゃなくて、うんうんうん、ライブハウスでやったんですね一回、はい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 、そしたら友達がちょっとしか来なくてなるほど。もうそのちょっと来てもらった友達にも申し訳ないなって、やっぱりお金払ってね、やってもらうじゃないですか。これはもうちょっと大きくなって帰ってきたいなと思いまして、これはやめて、はい、
そのインストアライブ不特定多数のところでやりたいなと思って。なるほどなるほど、はい、そういうあれです。そのインストアライブ、インストアライブ どういうところが多いですかね。場所というかアウトレット、三井アウトレット、幕張、木更津、はいはいはい、南大沢とかその辺が多いですね、うん、今のところね、うんうんうん、そうですね、うん、なるほどね。というわけでちょっとメールが来ておりますので、ありがとうございます。ましょうか。はい、2枚来ておりますね、はい、じゃあ森さんから紹介してください。わびさび最高ありがとうございます。最高と送ってくださったあなたが最高です。いやトミーさんという方からですね。トミーさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一枚、リリーさんという方からですね、はい、あ、梅雨を楽しむ方法、それは、はい、おわびさびのライブに出かける。ザッツ、いやー、やってるかな。ついはお休み中の可能性も。いや、ね、たくさんたくさん素敵な曲があって元気になれます、うん、ありがとうございます。ありがとうございま ございますたまりませんな、これは。いやー、いいですね。ありがたいことです。やはり着実にね、その不特定多数の中でやっぱりこうね、うん、あの心をつかむっていうのはね、やっぱり本物の音楽の証拠じゃないかなって僕は個人的に思うんですけど、森さんどうですか。森さんどうですか。あ、即答しなかったすごいキラーパスを出してきます、はい、最近多いですね。僕こんな感じで。なるほど、いいですね、いいですよ。台本通りにやらないのが僕のスタイルでございます。いや、まあ実はあの先ほどもね少しお話しさせていただいたんですけど、僕ら森と林、結成当初からあのね、こうわびさびのまあ皆さんというかベニヤさんね、ベースのベニヤさんに少し個人的にお世話になっておりまして、実はあの1枚目 の3月にリリースした1本目というミニアルバムがあるんですけれども、そちらのエンジニアをですね、すべてベニヤさんにやっていただいて、はい、すべて監修というかこうね、イエイという感じで、はい、もうね、うん、本当にその説はお世話になりました。こちらこそお世話になりました。本当に本当にもうなんだかもう、いやこちらこそね、本当にね、もう当初僕らあの自分たちでもう全部作ろうかっていう話をしてて、そうそうそう、もう ね、あの売り方もその手売りで全部やっていこうかなと思ってたんですけど、うん、ベニヤさんからね、いろいろアドバイスをいただきます。そうなんですよ、いろいろと手を差し伸べていただいて、ツイッター見てたらなんか自分らでやるとか言うから、ちょっと待てとやらせろっていうことでね、これ。いやいや、もう本当にありがたい、いや、こちらこそいただきまして、一緒にね作らせていただいたんですけれども、はい、今日はちょっとせっかくね、うん、来ていただいたので、はい、そのベニヤさんがお手伝いしてくれた曲を一緒にやっちゃおうかなと思っているんですけれども、戦場する感じですね、これは。そうですね、戦場で戦場しちゃう感じで、いや、いいですね、よろしいですか。戦場で戦場、せっかくね、戦場ってあんまり来ないですよね。そうですね、ショッピングモールないですもんね。なかなか来ないですよね。丸いぐらい、丸いとるみねぐらいですね。そっかそっか、なのでせっかく来ていただいたので、ちょっと一緒にやらせていただこうかなと思いますので、じゃあみんなでセッティングいっちゃいましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。滑りました。これまたマイクを、あ、マイクね、そうなんですね、マイクマイク、このマイクつけます。そうですね、いろいろまたセッティングがね、ちょっと、そうなんですよ、生放送っぽくね、ちょっと前に出ても大丈夫ですか、これ、はいはい、これぐらい前に出ても平気ですか。これはいるのかな、これは言わないよね、俺歌わないもん、はい、大丈夫、それ使います、これを使います、これを、はい、すごい絵ですね、これ、はい、よいしょ、これはどこに行ったら、森さんはじゃあ、ここかな、そうですね、ここですかね、そうですね、まあ、なんか林と森になってますけどね、あ、今日林と森になってしょうがない。それはちょっともう今日はしょうがないということで、マイクいる人いますかっていう。マイクマイク渡し係で、はいはい、いいですね、なんかこの囲んでる感じ、あ、いえいえい、ちょっとレッツエンジョイ、戦場市場戦場いいじゃん、戦場いいじゃん。なかなかこうね、はい、豪華な感じで戦場の中でも ね、はい、今日は一曲お届けしようと思うんですけれども、はい、森さんじゃあどうぞ、あ、じゃあ、はい、わお、どうしましょう、いけるかな、いける、いけ、いけなさそう、いけなさそう、段取り段取り、よろしいでしょうか。え、こんなとこで歌っていいですか。はい、では、僕らの、1本目というミニアルバムの中から、おー、大丈夫ですか。生放送でございます。生放送
はい、一歩目という、ミニアルバムの中から定型文という曲を今日はみんなで演奏してお届けしたいと思います。それではよろしいでしょうか。待ってください。すごいなんか今混戦します。すいませんね。リアタイム回したほうがいいんで。回さないとダメ。回します。ありがとうございます。バイバイ。じゃあなんとなくイントロいっちゃいましょうか。いきましょう。ワン、ツー、スリー。
操られてゆく。定型文 with わびさびの皆さんでございました。さあそんなわけであっという間にお時間がやってまいりました。このままじゃあエンディングに行きましょうか、はい、僕目に汗が入って涙が目が回ってすいません。何かライブの告知だったりとか何かありますか。はい、ですね、我々わびさびは来月の6月4日の土曜日ですね、はい、三井アウトレットパーク木更津で13時から15時からの2ステージ、フリーライブを行う予定でございます。屋根もあってね、時期も、いいと思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。お願いします。詳細は何かホームページの方にホームページいいこうやりたいですけど、ね、出てこないかな。ホームページの方にはい載っておりますので、よろしくお願いいたします。次回レッツエンジョイ6月の17はいですね、金曜日にお届けいたしますので、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。ゲストはわびさびの皆さんでございました。